チリとチリリ、雪の日のお話、土井かや作、アリスカン。ある冬の日、チリとチリリが自転車に乗って進んでいくと、雪がどん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 降り積もって、そこには動物たちがおもてなししてくれる、とても幸せな場所がありました。